はい、皆さんはこんばんちは。ゆっくり霊夢よ、マリサだぜ。あたい、サナエです。さあ、途中強化版ギガントエッジやらまつげやらカブトマンやらいたけど、出たな。ラージローバーだぜ。ちょくちょく出てくるわよねこいつ。そしてリンゴ消費30個、なかなかの量に達してきております。よーし、久しぶりだなバーロー。確かに。私だけ知らないんですけど。まあ、仕方ないわよそれは。あ、出たない空間。予想以上にラージだったぜ。かかってきなさい。え、危ない。お、出たな、そのふわふわタケル。痛い。全く軌道が読めてないぜ。私だけ初見の難しさ察してください。おー、危ねえ。まずいな、飛んで避けようとするとドラムマンにはまるぜ。かなり弱なミニとバスターをするように指示しないといけないわね。こらー、死ねえ。死ぬがよい。死んでしまえ。じゃあ、す、あ。ここは大丈夫だよ、ローブ。こらー、起きろ。二度寝するな。とりあえずこの戦闘に入ってから教えるには無理があるわ。ここは気にせずさっさと終わらせてしまいましょう。レイムいつになくリーダーシップ発揮してるぜ。私のやる気とリンゴがかかってるのよ。一瞬でも感心した私がバカだった。サナエがやばい。こらー、何回寝るんだ。手数も減ってきてるわね。サナエ、聞いてるか？あ、はい。めっちゃ焦ってるなこれは。サナエピンチに弱いです。おらー、暗いー。ダメだな、全然返事が返ってこねー。多分視界がものすごく狭くなってると思うわ。まあ、それなりに戦えてるからまあ大丈夫か。私たちがカバーしましょう。よし、ビームを待ち散らす。こらー、何回目だ、さない。さっきから足か言ってないわよ、あいつ。あっ、あっ、あっ、やめろ。暗いバーロー。一瞬で切り刻んでやるぞ。的確に大車輪決めていきましょう。お、おい、何してんだ、さない。いや。はい、メンタルしっかり。スピリッツスピリッツ。仕方ねえなこれは。危ない。その点マリサ安定してきてよかったわ。まあこいつとは何回も戦ってるからな。ああ、す、あ、危ない。ちょ、早く来い。ガードが切れる。おー、危ねえな、さない。それ、よし、2回目だぜ。リワネタイムビームの調子。はい、鬼殺しが入りまーす。あたいもチャージ、チャージ満点。ほらーほらー、ビームもどんどんかけていくぜ。ワンモア鬼殺し、リピート鬼殺し。ほらーほらー、あたい最強。このバカも乗ってきてるわね。ならば勝ってよな。へー、痛い。攻撃のペース自体はそこまで悪くないと思うけどな。よし、ビームを食らえ。それ、あ、無言ながらも口を仕分ける気持ちはないすよ。で、危ない。バンザーイ。大車輪。よーし、こいつの弾幕はあたいが受け止める。あ、移動スピード速い。はぁ、はぁ、あ。おっ、おー、なかなか食らう。おー、危ねえ。よいしょっと。ほら、生き返りなさい。食らえー、バーロー。あたいはお前を許さないぞ。まさかあんな大ダメージとは思わなかったぜ。確かにダメージが全体的に大きくなってる気はする。よし、降りてこいローバー。おー、危ない危ない。敵番ゲット。へへーん、あたいのバリアの前にはつかないもん。大車輪をコツコツ当てていかないと。おー、危ねえ。ちょろちょろ素早くなってきてるわね。霊夢の移動スピードで追いつけてない部分があるぜ。あたい、あたい。よし、飛んでる敵の方が時間を止めやすい気がする。危ねえ。おー、今のナイススライドガードよ。よし、時間止めるぜ。あ、外れた。いいからもう一発当ててちょうだい。わかったぜ。チューン。あ、危ない。ほらー。お、マリサ、あんたの残したタイムビームを無駄にはしないわ。暗いバーロー、やっとりになってしまえ。この後突っ込んでくるから注意しなさいよ。よし、マリサ生き返れ。敵番ゲーっと。ちょ、危ない危ない。あ、ごめんね、ちょっと早かった。一番危ないタイミングで復活させんな。あれ、石板取ってないの誰？私取ったぜ。あ、サナエ、この石板を取れ。こらー、何回やったら気が済むんだ。頑張って石板運んだぜ。長い。復活させるのに時間かかるようになってるわね。こら、サナエ、石板取れ。へ、あ、これか。あ、あと20秒。このチャンスつかまないと無理かもしれないぜ。はい、よし。おったな、パーフェクト。二人はエクセレントで。サナエはグッドか。ほんとメンタルいってるのがよくわかるぜ。よし、2万超えろ。よーし、もう一気に決めるんだぜ。ほらー、めったギリやでー。もう、鬼殺し鬼殺し。頼むからまた。ほらー、ほらー。あともう少しだぜ。ほら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 。ジャイアントスイング。これで終わりだー。よーし、間に合った。よくやったぜ。喜びの舞？お、わかるぜ、そういう動きたくなるの。そうよね、そうよね。イエーイ、あたい最強。またか。今回はすいません。まあ次だぜ。これから修正してくれだぜ。よーし、レベルアップ。さて、無事クリアできたし次行きましょう。次、ポイズンボロスか。出たな、ベトベトン。こいつヘドロー来まくるとかなり厄介ね。っていうか今気づいたんだが、サナエ初期装備じゃね？あ。まあ、
この戦いが終わったら装備を買いましょう。なんかフラグに聞こえるんだが。この戦いが終わったら装備を買うんだ。やめろ。やめてください。ほら、割と真面目なトーンで言ってるわよ。不満割のリスクじたぜ。おら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 。よし、ずっとそっち向いといてくれ。ヘドロは私が勝ち消す。よしよし、もう半分溜まったぜ。アッコイス以外にジャンプ力あるから気をつけなさいよ。それ先に言ってくれませんかね。そんなこと言われる意味合いはないわ。まあ、そうだな。よし、時間止めたぜ。ナイスマリサ。よーおーし、鬼殺しハンマーがチャージしていく。ヘドロの中でチャージチャージ。ほらー、セルフ回復。ワンモアワンモア。あたいガッツできるんだぜ。くらえさ、へぇー。おー、危ねえ。よーおーし、半分削ったわよ。時間差ヘドロ攻撃で死ぬところだったぜ。薬オッケー。ほらー、即っちろー。もうこの大車輪連打でいいんじゃない。あ、ヘドロの中に。違う違う。お前はヘドロの中だぜ。くっそ、光の大車輪をくらえ。あうーん。おーおーい、サナイス。ゼールスタンバイ、スタンバイすんな。あ、いや、スタンバイして。ガース。ゼールスタンバイ。もう早く倒さないと、こいつの効果力で削り取られてしまうわ。効果力っていうか、私たちのレベルと防具が弱い気もするんだが。確かに、私たち最初からずっとこの遊びだしね。ほら、あったいもんぶつかけるな。よしよし、ずっとそうしといて、ちょっと止めたぜ。石板ゲースト。鬼殺しハンマーが入っていくまだかな。こっちは空中でビームぶつかけるだけだぜ。あったまってた。よーし、あたいの一撃で最後だ。そろそろだな。石板回収するぜ。あっ、鬼殺し。はーすまん、鬼殺しの分はこっちで頑張ってくれ。そう簡単に言うけどねー。はーい、パーフェクト決まっちゃうんですよねー。私もだぜ。おー、今回はかなり良い感じ。最高記録かな。いけー、カービィスペシャル台風。ほらー、26000、最大火力。あれ、上になんか飛んでますよ。確かに、なんだこのスマッシュボールみたいなのは。私もそう思った。霊夢必殺技だぜ、必殺技。よーし、鬼殺しハンマー、うそつくな。うぜー、やーす。いってー。おぉ、ナイススペースにヒーリングエリア。固い仕事していきますよ。よし、大丈夫だったぜ。もう一度時間止めてくれないかな。あ、危ない危ない危ない。そのヘドロ攻撃結構きつい。あんまり好きないよな。ほらー、じゃあ、おー、マリサ、ちょ、おま。よくそんな小さいところで寝れるな、お前ら。早く助けてやってください。うん、こらー、起きろ、霊夢。え、あのヘドロの貫通ダメージがえぐい。こっちも体力じゃ危ない危ない。おー、危ない。地味にジャスがしてるあいつなんなん。あ、危ない。上飛んだら的確に攻撃してきますね、これ。安易に飛ぶのはダメだぜ。よし、もう少しで。お、もう少しで何かなぁ。なんで煽ってくるんだよ。お、ゴールド。手こずった割にはいいスコア出たな。なんでとどめが値じゃないんだ。今までが異常だっただけじゃ。よし、次の敵は誰かなぁ。あ、こいつか。こいつ普通のハンターズでも出てなかったか。お待ちかねだぜ。誰も待ってねえよ。誰か知らないけど凍らせると帰るね。死ぬ直前に溶かしてやる。多分無理だと思う。うんうん。まあ、余震じゃこれやっていくわよ。これっていうかクソガエルね。クソガエルで固定なんですか。オルゲロムって言いにくくない。いや、そんなに。ああ、もういい。灼熱の火山の最深部、たぎるマグマの中から、炎のカエル、オルゲロムが飛び出した。挑め。三つ目の試練クエスト。ここ本当に火山の最深部なんですか？さっきと変わらないとか言っちゃダメだぜ。さあ、下はね、帰るね。よーし、凍らせてやるぞー。って、あげゃーす。短期決戦、殴れると聞いてやばそう。逃げる逃げる。おー、危ない危ない。じゃーす、嘘やん、当たった。マリサ隠れろ。オーナイスチルノ。で、で、棚を箱、後ろから狙ってくるぜ。あ、これやばい。こっち来い、こっち。あ、気安く。オーナイス緊急回避。くっそー、早くこっち来い。桃ゲット、ごはー。もうこれでいいや。あ、ミスミスミス。こらー、伐採するぞ。で、相変わらずね、こいつ。あ、また後ろから捕食してくるぜ。この防具熱いんだけど。集中しろ、集中。あー、よし、来た、攻撃チャンス。くっそー、早く出せ、ボケガエル。おー、今までで一番いい攻撃チャンスだぜ。次から散るのよろしく。ふざけんな。よし、今だ。おー、怖い顔で時間が止まった。ここよ、あと時間少しかないんだから。ここで一気に削って石板で肩をつけるわ。そういえばもうこんな時間か。おらー、もう一発大車輪入りまーす。おらー、くらえー。よーし、値最強。でもこれで半分か。確かにきついわね。よし、後ろから大車輪でスタートダッシュ。くらえ。でおーい、例のマグマ攻撃だったな。ハンマーの移動スピードだと結構きつい。あともう一回じ。あ、まずい。いやー、あっちー。お、こらー、情けないぞお前ら。ゴミみたいに端っこに固まるんじゃない。ま、満タンから一気にやられた。タイムビームで挙動が見えなかったぜ。まさかこいつにゴミクズと言われる。危ない危ない。この中に隠れろ。はぁ、石板ゲット。よし、まだ石板があるぞ。
あ、まずい。ごめん、チルノ助けてあげて。あたいがついてるから心配ないぞ。ちげえよ、私じゃねえ。ほら、左端でご臨終してる彼女ら。寝すぎだぞお前ら。すまないチルノよ、あんたの残り少ない体力で無理をさせてしまう。ダメだ、もう体力が持たない。隠れろ。よし、連鎖で復活させていくぜ。おおと、こいつの攻撃えぐー。早く、ダメだ、あと残り一つの石板。あれ私じゃなかった。おい、仲良く気絶してるおなら。マリサか、石板取ってないの。あたいだった。お前かよ。いや、ここはきっちり決めないともう無理だぜ。あら、よーし、ここ一番で決める私。すげえな。まあ大体いつも通りって感じかな。すいません。いけるかなこれで。もうやるしかないわね。おらー。このラストの気絶タイム。これが最後の追い込みだぜ。おらー、カエルに負けるわずがないんじゃー。たったったった。おらー。時間止めれないなこれ。ここで最後の追い込みかけるのよ。おら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 、ビリビリー。どうする？やるしかないぞやるしか。お前はちょっと黙れ。なんだと？いや、まだ赤くなってすらないし無理だろ。なるほど、仕方ないわね。またリベンジしましょう。なんでだ？なんでだじゃねえ？初めて見たぜこれ。というわけで、今回のラストはしょぼんな展開になったけど、今回はこれで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってね。あれ？結果は？つかないでもわかるだろこの雰囲気で。いや、その割には最後元気よくゆっくりしていってねって言って。いや、最後の挨拶はね、きっちりしないといけないでしょ。